ジャイロトロンの構造ジャイロトロンとは、サイクロトロン共鳴メーザー原理を応用したマイクロ波、ミリ波用真空管の一種。ジャイロトロンは磁場に沿って、高速で回転する電子の運動をエネルギー源として、波長の短い大電力のマイクロ波を発信させることを特徴とした大型の電子管で、ジャイロトロンの名称は磁場中の回転運動に由来する。その原理は、 電子銃に高電圧を因果すると強いパワーを持った電子ビームが生じ、この電子ビームは磁場に沿って螺旋運動をしながら高周波発信部に入り、電子ビームの回転パワーが高周波となり、電子レンジの1000倍以上のマイクロ波パワーが発生する。エネルギーを失った電子ビームはコレクタに吸収される。このマイクロ波をモード変換器で高周波ビームに変え、 内部の鏡で反射させながら人工ダイヤモンドや単結晶サファイア、窒化系素性の窓を通して外部に取り出す。ジャイロトロンは大型の共振機に工事モードを用いることが可能なので波長の短い高い周波数でも大出力発信が可能で発信周波数帯は20から 250GHz で出力は通常は1から 2MW までである。高出力化の課題として 窓を通るマイクロ波の誘電損失によって生じ、温度の3、地上で増大する窓温度の上昇や部材の温度上昇によるアウトガスのために、定常50から1 0 0ット以上では、真空度が10から8と相下になることによるビーム電流の低下が上げられる。主に核融合でのプラズマ加熱に使用されるが、それ以外にも、テラヘルツ波の発信源や、 イオンエンジン等の用途等に利用される。また高出力のマイクロ波を利用したマイクロ波ロケットの研究が日本原子力研究開発機構の施設利用型共同研究として実施されていて2009年には重量 126g の金属製ロケットに ITER 用ジャイロトロンから高出力のマイクロ波パルスを繰り返し0.5秒間照射して 1.2メートルの高さまで連続的に推進力を発生させることに成功した。ありがとうございます。